それはカラオケルームですね。このエンパイアクラブが最初に映画を極めた頃にさらなる収益を見込んで改装した部屋なのですが、お客様には不人気だったので今は倉庫として使っているんです。もちろん設備の点検は定期的にしてますので、荷物をどければ今すぐ営業を再開できるようになってますよ。ご主人様、どうかされました？営業を再開されるのですか？なるほど、そういうことでしたか。では早速手配してまいりますね。ところにカラオケルームがあったんですね。なんだかちょっとワクワクしてきました。
お粗末様でした。採点機能、あ、そうだ、ご主人様、せっかくだから食べさせてください。あーん、手渡し。これは自分で食べろという深いメッセージでしょうか。楽しいな。輝くサンシャイナ、はしゃごう、今にてサンバ、It's showtime。 ホテル、ビーチも裸足のまま走り出そう。どこまででも フライドポテトとビールが並ぶと完全に歌う雰囲気じゃなくなっちゃいますね。さあ、乾杯しましょう。乾杯。
さて、何を歌いましょうか。
これで喉を潤して次も頑張ります。